い、皆さんチュースというわけでね、今回もね、ベイブレードバーサのはい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 、というわけでね、まあ3つ買いました。なぜ3つかというとね、まあ僕的にはね、6つとか5つとかなんかいろいろ買いたかったんですけれども、まずね、うん、10時にね、始まるお店に行ったんですよ。ですがね、僕が着いたのが、10時45分に着いて、これをね、売ってるところに行ったんだよね。うん、完売。わかる？売り切れですよ。売り切れ。たったの45分で売り切れ。てか、45分で売り切れってことは、45分前に売り切れだから、30分くらいで全部売れたらしいんだよ。うん、でお店に聞いたところ、500個くらいはあったらしいんだよね。うん。どこの誰か100個買ったの？絶対誰か100個ぐらい買ったよね。50は絶対買ったよね、誰か1人で。買っただろうね。じゃなきゃはないよ、そんな30分で全部売り切れなんて。ふざけるんじゃないよ。ということで、他の場所行ってきて、限定でなんかね、お一人様3つまでっていうところまで行って、仕方なく買ってきて、でも帰ってきたのね。でこれ取った後にまたその場所に行って買ってくるから、夜に2回目の動画出すんで、まあここでこいつが当たれば買わないんだけど、あ、フラグ？フラグ自分で立てちゃった。フラグできればね、狙ってるのはこいつと、あと弟用にこいつ、ラグナルク、とあとこのドラシエルかな、ドラシエル、このね、このミッチュ欲しいんですよ。ミッチュが欲しいの、ミッチュ欲しいの。あとこの、できればこのバルキリーさんが、ちょっとこのカビたバルキリーさんもね、欲しいなと思って。カビそうにない、ちょっと緑色のちょっと苔が生えてしまったね。うん、まあ早速開けてみましょう。テレテテ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 テあの、いや、あの銀紙から剥がしちゃって。銀紙から？そう、銀のところから剥がすと、あの、頭が出てくるから。頭が出てくる？そう、頭がひょこっとディグダみたいに、ディグダ、ディグダ、ダグ、ダグ、ダグって出てくるから。うん、うん、あ、はぁ、あ、ポロリだこれ。あ、でもそれ意外といい、これいいよ。俺意外と狙ってたもの、パーツ綺麗だよね、素晴らしいよね。しかもこれ結構重いからね、素晴らしい、使える、使えるよ。しかもこれかっこよくね、狙ってなかったけど、これかっこよくない？真っ赤っかじゃん、なんかブラッティじゃん、ブラッティ、ブラじゃん、ブラ、ブルじゃないよ、大胸筋矯正サプルチューだよ。あー、6か、なるほどね。まあパーツは、おー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 、それはラグナルクじゃないか、多分。まあこういうのは見ない方がいいんだろうね。見ない方がいいんだろうね。うん、どれだろう。あ、ちなみにラスト1個剥げます、剥げます。一番最後に取っといた、自分であ、そう、うん、なんだろうね、なんだろうね。だってこれが一番テープがついてる。でも意外とこれ新作だね、新しいやつだね。よかった、新しいやつ。開けてこうぜ。あら、シャキン、え、おお、綺麗。弟が狙ってたものですね。はい。で、シールが、これだ。で、これがヨルムさんね。ドラシエル？そう、ドラシエル。弟が使ってるやつね。あはあはあ。さあ、これは何でしょうか。多分外れだな。あ？ん？ヨルムさんっぽいぞ。開ける、開ける。ヨルムさん、銀紙からね。え？最後のお楽しみじゃないの？ダメだよ、銀が見えたよ。なぜ手こずる、なぜそこで手こずる。だってめっちゃ硬くが張り付いとんだもん。キセム。はい。でもこの夜のさもまあまあかっこいいな。よいしょ、なんかいっぱい出てきた。下まで出てきた、うん、ダミーだな。普通ダミー入ってないんじゃないかな、当たりは。綺麗、ドラシエル。すごい綺麗じゃない？お、びっくり、びっくり、な
んで君高級感あふれる感じで入ってるの？しかも触った時さ、この円形の場所だけさ、俺触ったからさ、あれ丸いぞと思うじゃん。丸いと思うじゃん。もう丸いと思ってますよ私は。で出た時に青い袋に入ってますよ。おおってなるじゃん。しかも中はなんだこいつ、うん、でも弟の当てたいもの当てちゃったよ。おいちょっとびっくりした。袋入ってた。それな、こうなってんのこいつ。まあゴッドレイヤーシステムがありますんでね、まあそれが壊れないために多分みんなカシャカシャ振るだろうということで、多分青いビニール袋に入っているんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。カスタマイズ的にはこれ黒に黒が合うと思うんだ。それか何だったら赤つけちゃってもいいしね、うん、全部黒にしてみる。で俺他の使ってみるから。え、これ組み替えバラバラだけでいいの？いいよ、うん、じゃあ僕のスターセイバーを使って、この3体に勝てるのかどうかやっていきたいと思います。いやびっくりだよラグナルクさん。ブレイズラグナルクだったかな、なんだかな。ねえお兄さん超びっくりだよ本当に。あ、もう用意できちゃったのね。うん、じゃあ行こうか。はい、行きます。3点ポイントマッチでいきます。3、2、1、ガッシュ。え、フライング、フライングラッチマンゴフライングしちゃった。しかもかっこよくないやっぱあれあれねのれあれあれ、まあ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 、序の口のジョーちゃんだからさ。今君はスピンフィニッシュで1点だ。まあこれから僕が君をバーストするから、僕が一気に2点になるということで、そろい今日1ガッシュ。はい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 。まあ宣言通りバーストしたけど自分もバーストしてまうっていうな。いいもんね。もう一度だ。かかってきてちょいちょまん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 。まあゴッドレイヤーシステムにも負けないこのスターセーバー素晴らしいと思わない？あ、ごめん。はい、3、2、1、ゴース。はい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 、重いの当たらないね。でかいのバンっていかないね。はいはい、先ほどの勢いはどうしたのかな。スペインフィニッシュで君が2点だ。さあマッチポイント。強いな。ね、3、2、1、ガス。いけいけ、はいはいはい、あらたついついスターセイバー。残念残念、ボロ負けで君が3点で、はい次。じゃあこの子ちょっとこっち置いて。うん、てかかっこいいなやっぱ黒いラグナルクかっこいいな。それ綺麗ってか、あのランチャートめっちゃ色合ってるんだけどね。ね、3、2、1、ゴッシュ。いけ、その防御型ぶっ壊せ。音がすごいね。よっしゃー、ミクセー。危ね、スリーロック危なさあ一気にマッチポイントだぜ。それ違いが硬いよね、うん、まあ防御型だからな。いきます、3、2、1、ゴッシュ。守ってなんぼだからね。おいけいけ、よっしゃー、そういうことする。死んでもなお魂が残り、他の部品で俺を倒す。あらそう、そして安定のストレイロック。はい、4対0でこちらの勝ち。今のところ1勝1敗。おっぱい、オレンジ色綺麗だけどね。雨っぽい。カレーなんですね。え、ん、いや、なんでもないよ。よし、行こう。そんなヨルムさんでちょちょいのちょいのすけだぜ。行くぜ、3、2、1、ゴッシュ。2対0だぜ。バイバイ、ね、すごいの、おちびの怪我ね、すごい気になる。掃除しとけばよかった。うん、違うな。はい、行くぜ。はい、3、2、1、ガッシュ。
鉄で死んでる気がするんだけど。それね。うん。まあ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 。まあ、2勝1敗ということで、スターセイバーの勝利！ありがとうございます。じゃあちょっとね、あえてね、ここでね、なんか終わってしまうのもね、心元のあえてか。まあ、その黒いのちょうだい。はい。アルタークロノス、出てこい。じゃあアルタークロノスさ、めっちゃ今弱くなってるよ、多分。あ、じゃあ。じゃこの子についてる。デスサイザーについてる。デスサイザーにしたの？についてる。じゃあ君のデッキの中で一番強いの出してきて。3、2、1、ガッシュ。おぉ、一番最初やばかった。やばかったね。ちょっと飛んでくるじゃん。おーい、やばくね。うん、楽しくね。あれ止めた。あれちょうどいや、クローだからさ、見てさ、すいません。よっしゃ、行こう。3、2、1、ゴッシュ。ウェーイ、こいつくて、このカスタムやばいのかもしれないね。だってスターセイバーで倒せなくて、うん、今面白いこと起きた。何？みんなさ、これここ回るじゃん、うん、俺がここ取ったらさ、本体だけ回ってなくて、ここだけずっとブイーンって回ってたんだけど、全然見てなかった。こいつずーっと回ってた、取ったらブイーンってした。でもうち的にはこっちの方がなんかさ、お、キラーデサイダー、うん、かかってきなっちゃう。もう今2回バーストした。あ、い最初1回同点か、同点で次これでもう1回これやっとこう。いや、いいよ。じゃあ合計3ポイントマッチで、うん、じゃあもうそ俺2点取った状態で始まるよ。これの方がなんか好き。大丈夫、そいつで逆転できる、わかんない、この状況。2対0よ、うん、大丈夫ね、わかんない、行くぜ。3、2、1、ゴッシュ。はい、やばくない？うん、こいつやばい。みんなこのカスタムやばいっすよ。やばいっちゅう。2F、 あ、違う、4F、 Forever と、これサイクルだったかな、サイクルと、黒いラグナルク、これのカスタム皆さんやばいっすよ。できれば、皆さんね、これ、まあ、見てわかる通り、レジェンドスプリガン、キラーデスサイド、そして僕のスターセイバーをボコボコにしたこのカスタマイズ、今のところ負けなしです。はい、じゃあなんか出してみる。いや、今これでめでたしで終わろう。今はなんとなくめでたしで終わろう。はい、っていうわけでね、ここら辺で終了したいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よければね、皆様も、なんかごめん、シールいっぱいつけてなんかセロハン手振りなんかめっちゃついてんな。はい、まあね、こちらよければね、買ってみてお手に取って、どれか当たったればいいかなと思いますね。僕的にはね、これだいぶおすすめです。そしてカスタム的には結構バラバラで組み替えちゃったんで、まあまあ3つくらい買ってこのカスタムできれば最強なんじゃないかなと思いますんでね、よかったら皆様もやってみてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー、以上。